間に実験道具として働かされている貝の話。おしゃれな魚介料理で大活躍の貝、ムール貝。世界各地の沿岸に生息する彼らは、岩や船底などに付着して生活をする雫のような形の二枚貝。貝のくせに細い糸のような足があり、身についているタンパク質によって岩壁にも強力に張り付く。そのためもともとは地中海の生物だったけど、船にくっついて日本に入ってきた外来種。しかし、出汁にしてもそのまま食べてもうまいため、人間たちにうまいように利用されてきたのだ。そんなムール貝は、ついに食べられる以外でも人間に利用されるようになった。彼らは周囲の水が汚れていたり、有害だったりすると自然に殻を閉じる潔癖症。この特徴に目をつけた海外の研究者たちは、水質検査のためにとんでもねえ実験をひらめいたのだ。殻の開け閉めを検知できる無駄にハイテクな機械をムール貝に装着。この機械はちょっと殻の角度が変わっただけでも反応し、データを遠くにいる管理者まで飛ばす。どの地点の貝がどれくらい開閉しているかによって、遠隔で水の汚れ状況を把握できるようにしたのだ。検査キットって言われて、貝出てきたら笑っちゃいそうなのだ。魚マスター。